本当に大変。あ、受験？あ、受験の。あら、大変だそりゃ。うちの両親二人とももともと教師で、なんなら私も教員免許持ってるから今日受験の話になったっけ。いや今大変な時期ですよ、いろいろ。なんて言ったってセンター試験もなく、特に大学受験は今大変なね。どんどん難化してるから頑張ってほしい。そうなんだよ。あ、で妹はね今中2だから、来年が、来年そうか、受験かな。どうなんだろう、いまいち分かってない。早稲田今いっぱい入試中。あ、そう？そうだね。私立、次第は今ぐらいがちょうど。うわーっと頑張ってほしい。なんで教員にならなかったの？それはね、父と母を見ているとね、笑えなくなったからだよ。まず一個。マジで。いやもう教員よ。私は一応、教師になる資格はあるから、採用試験だけ受ければなれるけど。あ、大学理事。あ、まだか。3月28。あ、そうなんだ。土曜国立。でも頑張ってくれ、ほんと悔いがないよ。応援してる本当に。いやそう、今日受験の話になったんだよ。あ、私の両親がさっき言ったように父が理系の先生だったし、母がまあ文系の先生だった。あ、結構教員一家で、私自身も国語の教員免許持ってて、うん、もうガチそんな感じなのね。でなんなら今弟が大学生なんだけど、受験生教えてて。そういうの結構敏感になっちゃうんやけど。私もね、言うて、やっぱ、親が教師だとさ、なんか勉強できて当たり前というか、そういう感じでも当時見られてて、私負けず嫌いだから、いいよ、じゃあ、やるよみたいな感じで、負けず嫌いで勉強してて、いつの間にその負けず嫌いがいい感じにはまって、早稲田っていう、すごい素敵な大学には受かったんだけど、今日弟にも言われたけど、姉ちゃんは別にすっごく勉強ができるタイプって感じでは多分なくて、どちらかっていうと俺はそこを尊敬してんだけど努力の人だと思うよって言われたの。まあ私は自分自身が天才だと信じて疑わないタイプなんだけど。いやで確かにそのなんだろう、頑張ろうって思うのって一個才能だよね。思えない時あるんですよ。私は幸いにして負けず嫌いっていう才能に関して天才だったので、ここまで来れたことはあった。だから結局ね、何が言いたいかっていうと、諦めないやつが勝つよ本当に。うん、だから最後まで、もしかしたら本番何かあったり、もうしんどいってことあるかもしれないけど、諦めずに、私はそう思ってる。ごめん、根性論でごめん。諦めなければ勝つと思ってる。最後笑うのは諦めなかったやつだと思うから、ほんと食らいついて頑張ってね。え、いいこと言おうとしてますか。いいこと言おうとして失敗した。それ気持ちだと思うから、もうこっからは気持ちだよね。だから頑張ってくれ。で終わったらもうPS5 を買ってホグワーツに行ってください。詰め出して頑張って。ほんとそりゃ、でも受験もう二度とやりたくないけど、二度と。もういろんな学生とか見てきて、いろいろ私も塾とかで教えてきたけど、いやー大変だよね。あー、体調管理、そうね。あとそれだけだわ。